皆さんこんにちは、ソリミチャンネルシホとリミです。はい、ということで今回はですね、フィッシャーズさんがプロデュースしてるお金グミを今回は買ってきたので、2人がね選んだこのグミの総額金どっちが大きいかを対決していこうかなと思います。ということで、そうですね、今回ね4つ買ってきたので2個2個で対決していきます。私もさ、そう初めて買ったから、いくら1のとか1パックいくら入ってるかとかあんまり分からなくて、だそれぞれ違うんだろうね、きっとね。そうよね、1000円と100円とか500円とか入ってるのかな。多分5円いっぱい入ってます。なんで5円があります。あ、そっち値段でも低いよ。うん、はい、で勝者にはね1000円のお小遣いをあげたいと思います。まんま一つ買えちゃう、お金組みなので。イエーイ、ということでお金持ちということでね、早速やっていこうと思います。思ったんだけどさ、うちさ、顔四角くね？うん？顔四角くね？そう？うん。やばい、絶対ここに肉ついた。最近。本当？開けていい。いいや。やばーい。ちょっと痩せよう。痩せよう。お腹すいたとか言ってらんない。え、すごいいい匂いする。食べたい。マスカット。お腹空いてるし。お腹空いてるんだけど、私すごい今。もう一個開けていい。いいや。すごい。すごい。いっぱい。これが10円です。10円。なんかわかるかな。10って書いてあるね。10って書いてあるんだよ。うん、ちょっと画面越しわかんないかな。マジ5円全然入ってないんだけど。フラブ？え、でも1000円が多い方が良くない？正直そういうのかな。あ、そういうのはいいんだ。ご縁が、ご縁が欲しい。へぇ、うち最近不幸なことばっかなんだよね。そうなの？なのにも少しでもさ、ね、こんなに不幸なこと多いの？そうなの。え、ご縁が入ってない。リミ、ご縁入ってた。ご縁がないわ。あら、ご縁が…ちょっと数えてみますね。数えてみます。え、マジで5円ないやん。ウケるんだけど。リミ、5円2枚、2枚も入ってんの？おかしいでしょ。おかしいでしょ。おかしいでしょ。ちょっと…うん、本当に…できました。500円ある？あるよ。どうだ。ということで数えていきたいと思います。はい、じゃあ数えていきましょう。ちょっと私計算に油断で電卓使います。はい、じゃあここからはあの勝負の結果だけ。リミも電卓使う。うん、順番にやろう。皆さん、私の金額7985円でございます。結果が出ました。まず私のがさっきも、ごめんなさい、さっきも言った通り7985円でございます。ねえ、ママ。さあ次、リミちゃんのです。じゃん、7300円です。欲しい。ということで私の勝利。なんで？本当だ。なんか削れてる？レアだからリミの。でもさ、僅差だよね。両方7000円台じゃん。うん、すごい僅差。まあ、しほちゃんね、千円札が5枚ってのがね、そこでちょっと差がついちゃいましたかね。そうですね。まあ僅差だったですけど。でもリミちゃんお金持ちだからね。そうだよ。リミちゃん私よりお金持ち。リミに追いつけるものといない。リーちゃんはコツコツ貯めるタイプなのでね。うちバンバン使うタイプなんですよ。じゃん。はい、ということでね、
約束通り1000円を映ってるこんなになっちゃった。はい、どうもちゃん。ありがとうございます。イエーイ、1000円ゲットしました。はい、ということでね、あ、じゃあ食べてみようよ。そうね、一個。みんな味はね、マスカット味だけど。いただきます。はい、100円から。うん、おいしい。リメも食べる。うん、美味しい。食べたい。ちょっとね、弾力がある感じの固めの部分。そうそうそう。はい、ということでね、今回はね、こちらのお金グミを使ってね、リメと対決してみました。イエーイ。ということで、それではバイバーイ。バイバイ。お、すごい。積みましたね。